アフロアジア語族はアラビア半島を中心とする西アジア及び北アフリカに分布する語族。古くはセムハム語族と呼ばれ、現在もこの語を使う学者もあるが、一つのまとまりを持つハム語派の存在は否定されている。アフロアジア語族の言語の多くは陰頭音を持つ。また強制音と呼ばれる一群の芯を持ち、多くの言語では放出音であるが、 セム語派の一部やベルベル語派では陰頭化シーンとして現れる。認証代名詞に独立型と設備字型があり、後者は動詞の後ろに置かれると目的語を、名詞の後ろに置かれると所有者を表す。複数の語派を通じて、共通の認証代名詞及び指示代名詞の形が出現する。語根は通常を3つのシーンからなり、文法的機能によって異なるパターンに配置される。 屈折要素には、アフロアジア語族共通の形態を指摘できる。語派の枠を超えたアフロアジア語族の共通語彙や、音韻対応はまだ研究途上にあり、アフロアジア祖語はほとんど構築されていない。しかし、リス、MW、T、ムート、SM、シンなどの語彙は、アフロアジア語の複数の語派で共通である。大々、セム語派、赤、ベルベル語派、水色、串語派。 黄緑、オモゴハ、濃い緑、チャド諸語アフロ、アジア語族諸言語の分布アフロアジア語族には、セム語派、エジプト語派、ベルベル語派、チャド語派、クシゴ派、オモゴ派の6つの語派があるが、このうちエジプト語派の言語は全て消滅した。他にもベジャ語やオンゴタ語のように、アフロアジア語族の独立した語派ではないかと言われている、言語がある。古い名称である、セムハム語族は、 創世記に記述されているノアの息子のセムとハムの子孫たちの分布がアフロアジア語族の分布に近いことにちなむ。このうちセム語派については現在も認められているがハム語派の存在は統合線の上から一つのまとまりをなさないために否定されている。ベルベル語派、エジプト語、セム語派は形態論的に近くこの三つは北、アフロ、 アジア諸語としてまとめられる可能性がある。また、ベルベル語派とチャド語派の共通点も指摘されている。他にも様々な分類が提案されているものの、現在のところ合意を得られたものは存在しない。エジプト語は、紀元前3000年頃に遡る資料を持つ。セム語派のアッカド語の資料は、紀元前2350年頃に遡り、エブラ語も同じくらい古い。 ヌミディア人の非文の言語はおそらくベルベル語派と関係のある言語という。それ以外の口を持ちアド語派は古い文献を持たない。各語派に含まれる言語は主要なものだけ記した。語派内の分類は各項目または言語のグループの一覧を参照。エラトによるアフロアジア語族の伝播の一案アフロ、アジア語族の現況については議論が分かれるが、 現在アフロアジア語族の諸言語が話される地域の中心あたり、あるいは、それより東寄りのエジプト南端からスーダン北部あたりに置く学者が多い。少数の学者は南西アジアを元凶と主張している。アフロアジア語族の拡散と関連する遺伝子として Y 染色体、ハプログループ E1 ビット1ビット系統が挙げられる。またハプログループ M1 もアフロアジア語族と、 関連している。E1 ビット1ビット M1 は、共に北東アフリカ発祥とされ、言語系当時、Y 戦色体系当時のいずれもが、アフロアジア語族のアフリカ発祥を示している。AB ヒューナーガード P138 ヒューナーガード P140AB ヒューナーガードピアニッシモ140から141、ハットヒューナーガード P141 ハットヒューナーガード p140 ヒューナーガード p138 エラとクリストファーショーマーケケータザ・オリジンズ・オブ・アフロアジアティックサイエンス306-1680オーサーリプライ1680ドイ10.1126サイエンス306.5702-1680 シープミド 15576591http コロンスラッシュスラッシュ w w w s, <S <www>. c i e n c m a g o r g スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュサイテーションスラッシュ306スラッシュ5702スラッシュ 1680c ありがとうございます